マナドの景色スラウェシ島はインドネシア中部にある島。植民地時代はセレベス島と呼ばれたが、インドネシア独立後は一般的にはスラウェシ島と呼ばれる。一部が赤みがかったタロイモの品種であるセレベスイモはこの島が原産である。面積は174,600平方キロメートルで世界第11位インドネシアでは第4位の大きさを誇る。 西にカリマンタン島、東にマルク諸島、北にセレベス海を挟んでミンダナオ島、そして南にフロレス海を挟んで小スンダレ島が位置する。艦隊平をつくり山隊とアルプスヒマラヤ、つくり山隊の合流点にあるため地形は複雑であり、特徴あるアルファベットの K の字のような形状をしている。山がちな地形であり、最高所として、 標高3478メートルのラティモジョン、山を有し、トーティコ島の湖もある。そのため、各地域は交流が少なく独自性が強くなり、長らく島としての一体性が弱かった。島の東側の3つの湾のうち、一番北のトミニ湾に浮かぶウナウナ島のコロサンは1983年に大噴火を起こしたが、全島避難により毎一発で人的被害を免れた。 スラウェシ島の最大の都市は南西端にあるマカスサル。その他の主要都市として南東部にケンダリ、北部のミナハサ半島にはコロンタロやマナドがある。1525年に島を訪れた最初のヨーロッパ人はモルッカ諸島より金の探索に派遣されたポルトガル人であった。島は曲がった形をしているので当時は列島であると信じられていて、 金を算出しているとの噂が流れていた。1605年にオランダ人がやってきて、直後にイギリス人が続き、マカッサルにファクトリーを設立した。1660年よりオランダはマカッサル西海岸の主力であるゴア王国との戦争に突入した。1669年にスペルマン帝督がゴアスルタン国のスルタンハサヌリンにボンガヤ条約を署名させた。 条約はオランダ東インド会社の支配に関するものであった。1907年に島全体がオランダ領東インドの植民地となった。第二次世界大戦港作戦の1942年1月11日のメナドへの侵攻、1月24日のケンダリーへの上陸、占領、2月8日のマカスサル攻略作戦。その後、日本軍、 第二方面軍が占領した。革命中に悪名高いオランダのタークウェイ・ステルリンク、大尉が3000から4000人もの人を殺害したとされるインドネシア独立戦争の後、1949年、スラウェイ氏は独立したインドネシア連邦共和国の一部となり、1950年、インドネシア連邦共和国はインドネシア共和国となった。近年スラウェイ氏は、 イスラム教過激派とキリスト教過激派の間での暴力に苦しめられている。1998年から2001年の間に1000人以上がスラウェシ中部で勃発した暴力、反乱によって殺された。2001年、平和的なマリの平和合意がなされたが、暴力を根絶するものとはなり得ず、翌年も緊張と組織的な攻撃が継続した。 2003年にポソの13人のキリスト教徒の村人が身元不明のマスクをした、狙撃手によって殺された。2005年にポソでクリスチャンスクールの女生徒たちがイスラム武装組織に残首された。残首された一つ首の横には、命には命、首には首をというメッセージが添えられていた。2006年にフェイビーネス・チボ、ドーミゲス・ダ・シルはメリネス・リウの3名のカトリック教徒が、 2000年代、初頭の暴動の際に、カトリック教徒の軍を導いた罪で、重殺刑に処せられた後、キリスト教徒の多いスラワイ市の中央部や、国内の他のエリアで、暴動が再び起きた。暴動の支持者は、暴力事件に関与したイスラム教徒はとても軽い刑で、あり誰も死刑になっておらず、政府に判決に際して、ダブルスタンダードを用いている、と主張した。暴力事件は、 イスラム教徒を対象としたものではなく、政府を狙ったものであった。2005年の女子高生首切り殺害事件の捜査が進み、事件の背景として、ジェマイ,イスラミアが組織的に関与していることが判明し、マルク諸島アンボンの宗教紛争と同じ構図が浮上した。住民間の争いのように見せかけて、情報を流し住民感情を煽りながら、背後でジェマイ,イスラミアが 軍事協連を行い、武器供与を行っていたことが明らかになっている。2018年9月28日、中部スラウェッシュ州、ドンガラ県、パルデマグニチュード7.5の地震が発生。津波に加え、液状化現象による大規模な泥流が発生し、甚大な被害となり4340人が死亡した。千二十一年一月十五日、西スラウェシ州で、 マグニチュード6.2の地震が発生。住宅が潰れるなどの被害が多数発生し、105人が死亡した。スラウェシ島の行政区分行政上は次の6州からなる。スラウェシバラートニスラウェシ州スラウェシテンガー中部、スラウェシ州スラウェシテンガー南東スラウェシ州スラウェシ、セレトン南スラウェシ州スラウェシウタラ北スラウェシ州、ゴウンタロゴロンタロ州マカッサルゴ、ブギスゴ。 モンゴ堂語、マナド語、ミナハサ語、EN、パモナランゲージ等。イスラム教、キリスト教、仏教、バリヒンドゥー。島内の経済発展の大きな障害は、交通インフラストラクチャーにあり、2025年までのインドネシア経済開発加速、拡大マスタープランでは1.6兆円を投入する必要があるとシャリフ海洋漁業省が明らかにした。 スラウェシ島には、以下の固有種、固有亜種が生息している。人間の諸活動や外来種により、絶滅寸前の種がある。ありがとうございます。